てウィニーの傾きを抑えるだけでなく、コーナリングでもレートブレーキが可能で、早めの加速へ移行することができます。また純粋な M エクスペリエンスである 6.5 インチの TFT カラー液晶ディスプレイは、専用設計の M スタートアップアニメーションとなっております。メモリー機能によって4種類の画面のうち1種類の画面を自動で表示することができ、このディスプレイはレーストラック専用に最適化したといっても過言ではありません。そしてハイパーロードスターのための完璧なスーパーバイクエンジンである BMW シフトカムテクノロジーを搭載した S1000RR ユーザリー、まずは BMW モトラット100周年オリジナルステッカープレゼントについてご案内です。皆様から向かってブースに記憶、インフォメーションカウンターにある QR コードをスマートフォンやタブレット端末で読み込んでいただき、BMW モトラットジャパンの公式インスタグラムをフォローしてください。その画面をスタッフに見せていただきますと、今アンディが持っている100周年オリジナルステッカーをプレゼントいたします。インフォメーションの場所、先ほどもお伝えしたように右奥、ただいまコンパニオンがプレートを持って案内しております。ぜひ皆様 QR コード読み込んでインスタグラムのフォローお願いします。そしてこのモーターサイクルショー期間中にハッシュタグ BMWMCS2023 のハッシュタグをつけて、ブース内の様子や車両の画像をインスタグラムに投稿していただきますと、抽選で1名様にはスピードボードのメダリオン、アイコンであるフライングイーグルを表現しています。こちらは1933年ビッグツインモデル、タンクにはイーグルが表現されていました。1988年モデルスプリンターソフテールにもイーグルの羽をモチーフにしたデザインや翼を細かく描写したデザイン、シルエットを表現したデザインなど、さまざまなイーグルのデザインがありました。120周年記念モデルは走り出そう。ライディングをエモーショナルにスタイリッシュに、安全性と品質を備えた革新技術、信頼できる装備によってさらに充実した感動的なライディングをお楽しみください。この後2人はブース右横のライド&シェアエリアに移動し、フォトセッションを行いますので、皆様ぜひご参加ください。さらに快適にお楽しみいただくため、 BMW モトラットでは車両だけでなく高機能でスタイリッシュなライダーエクイプメントやアパレルの数々もご紹介しています。右前方のソウルフューレルよりご紹介を進めていきます。2023年の今年、 BMW モトラットは1923年にドイツ語工場へ出展した、BMW 初の高層階級の設計からちょうど100年を迎えます。本日はメンテナンスです。オプションなる HQ のディレクトパーツを多数備え、そして重量でもなく6番位置を搭載する記念モデルは、ソウルキューブルを最も特別なスチールで表現しています。クローム仕上げとブラックストーンメタリックのメインフロントを組み合わせた電動マークは記念モデルだけの重要な特徴となり、伝統的なセイントクロームと呼ばれる機構は1960周年のアースエンジン5スラッシュ